ルイ十六世、ルイ十六世、1754年8月23日から1793年1月21日は、ブルボン朝、第五代のフランス国王、在位、1774年5月10日から1792年8月10日。ナバラ国王としては、ルイス五世、ルイ十五世の孫、王妃は神聖ローマ皇帝フランツ一世と、 皇后マリア・テレジアの娘マリー・アントワネット。在位中の1789年にフランス革命が起こり、1792年に王権が停止し、翌年処刑された。フランス最後の絶対君主にして、フランス最初の立憲君主である。1791年憲法に宣誓して、以後は、称号は、フランス国王ではなく、フランス人の王となる。 1754年8月23日、父、ルイ・フェルディナンを大使、母マリー・ジョゼフ・ド・サクス、ポーランドを、ケンザクセンセンアウグスト3世の娘の三男ルイ・オーギュストとして、誕生。ベリー公となる。1760年9月8日、ボギュヨン公爵が、家庭教師となった。1761年の復活祭の日、アニブルゴーニュ ルイ・ジョゼフが結核で死亡し、1765年に父の死によりとなった。長年敵対してきた、ブルボン家とハプスブルク家の間の和議を結ぶため、オーストリアのマリア・デレジアにより娘、マリア・アントーニアとブルゴーニコ公、ルイ・ジョゼフとの政略結婚が画策されてたが、1761年のルイ・ジョゼフの死去により1763年5月、 ルイオーギュストとの結婚の施設として、メルシー伯爵が大使として、フランスに派遣された。結婚の反対者であった、ルイの父が1765年に死亡した後の1769年6月、ようやく、ルイ15世からマリア・テレジアへ、婚約文書が送られた。1770年5月16日、ベルサイユ宮殿にて、王大使ルイオーギュストとマリア・アントーニアの、 豪華絢爛な結婚式が挙行され、王太子妃はマリー・アントワネットとなった。1774年5月10日にフランス国王となり、1775年、ランスのノートルダム大聖堂で戴冠式を行った。1775年4月、各地で食料危機に対する暴動が起き、5月2日、ベルサイユ宮殿にも8000人の群衆が押し寄せた。 この際、国王はバルコニーに姿を現し、民衆の不満に応えている。1777年4月、子供が生まれず性生活を疑ったマリア・テレジアより、1777年4月、マリー・アントワネットの長兄・ヨーゼフ2世が、新婚生活を送っていた、現在のパリ16区の新婚夫妻の下に使いされ、夫妻それぞれの相談に応じ、ルイ16世は、 先天的性不能の治療を受けた。その会あって、結婚7年目の1778年には、長女マリー・テレーズ、1781年長男、ルイ・ジョゼフ、溶接、1785年次男、ルイ・シャルル、後のルイ17世、1786年次女、ソフィー、溶接が誕生する。ルイ14世、ルイ15世の積極財政の結果を受け継いだため、 即位直後から慢性的な財政難に悩まされ、続けた。それにもかかわらず、イギリスの勢力拡大に対抗して、アメリカ独立戦争に関わり、アメリカを支援するなどしたため、財政はさらに困窮を極めた。海軍力の整備に力を入れ、シェルブールに軍港を建設した。一方で、ローネ岩石にして、学者ジャック・チュル号や、銀行家、ジャック・ケルなど、 経済に詳しいものを投与して改革を推進しようとした。また1780年には拷問の廃止を王礼で布告するなど人権思想にも一定の理解を示している。1783年には名詞会の開催と三部会召集の布告を行った。少なくともルイ16世は政治に積極的に関わり、フランスの変革に努力を注いでいたのである。しかし、 高等法院なしに国王はないとのモールパ博の進言により、ルイ十五世が弱体化させた高等法院を1774年に復活させたことにより常にその抵抗にあい、改革は妥協を強いられ抜本的な変革には至らず、また財政の決定的な立て直しには及ばなかった。保守派貴族は国王の改革案をことごとく潰し、結局改革は挫折した。 なお、アメリカ独立戦争を支援したことから、アメリカ建国の父たちには、ルイ16世に、通景の念を抱く者が多かった。貴族層に対抗する給与の策として招集した三部会は、思わぬ展開を見せ、平民層を大きく政治参加へ借り立てたことで、結果的に1789年7月14日の、バスティーユ襲撃に始まるフランス革命を呼び起こした。 国王衣装係のリアンクール公爵から報告を受けたが、日記には何もなしと書いて寝てしまった。国民議会の封建制廃止などの要求に対して、ルイ十六世は、世は決して世の僧侶たちとあまりの貴族たちを剥ぎ取られることに同意しないだろうと強硬な姿勢を崩さなかった。十月、二十万人の群衆によるベルサイユ行進に際しては、議会の代表団に際して、 食料の放出を再化している。この後、国王万歳、国王パリへの叫び声が上がり、パリに連行されることになる。ルイ16世は、本心では、革命の進展を望んでいなかったため、1791年に、家族と共に、パリ脱出を企てたが、バレンヌで発見され、捕らえられた、バレンヌ事件。ルイ一家は直ちにパリへ護送され、以後チュイルリー宮殿に軟禁された。 1792年6月、オーストリアなどによる退仏戦争の最中、デュムーリエは国防大臣を辞任する際、先世紀秘蔵に対する法案に拒否権を行使し続けるルイに対し、そうたちは虐殺されるでしょう。そしてあなたも、と語ったが、これに対してルイ十六世は、私は死を待っているのだ。さようなら。幸せでいるようにと述べたという。6月20日、 群衆が、チュイルリー宮殿に押し寄せた際、そのリーダーが、王に誠意ある態度を求め、幾人かが槍を王に向け振り回した。喧騒の中、彼は、世は、憲法と法令が、世に命じていることをしているに過ぎないと冷静に述べ、威言を示した。その後、8月10日事件で王権が停止され、国王一家は、チュイルリー宮から、タンプル島に遊兵された。遊兵された。 ルイ16世は、家族との面会も叶わず、名前も、ルイカペイと呼ばれ、不自由な生活を強いられることになる。その間、1792年後半、国王の処遇をめぐって、国王を断固として擁護する不ア安派、及び王道派、処刑を求めるジャコバンは、裁判に慎重な、ジロンド派は対立し、長々と議論が続けられていた。膠着状態の中、 11月13日、25歳の青年サンジュストが、人民がもともと有していた主権を独占した国王は、主権三奪者であり、共和国においては、国王という、その存在自体が、罪として、個人を裁くのではなく、王政そのものが処罰されるべきであると演説し、共和制を求める者の,の国王の処遇は、恩便に収めることを希望した、ジロンド派を窮地に陥れた。 12月11日、ルイ16世の国務大臣を2度務めたマルゼルブが国民公会議長に宛てて手紙を送り、ルイ16世の弁護人を引き受けた。1793年1月15日から1月19日、国民公会はルイ16世の処遇を決定するために4回の投票を行った。投票方法は指名点呼という方法で行われることが 事前に取り決めされており、各議員は登壇して、意見を自ら表明する必要があった。第1回投票では、まず、国王は有罪であるか否かが問われて、各議員、定数は749は、賛成693対反対28、欠席23、危権後で有罪を認定し、ジロンド派が、公開の判決は、人民投票で可否を問われなければならないと、 主張していたため、第2回投票では、ルイに対する判決は、人民投票によって批准されるべきか否かが問われ、これは、賛成292対反対 423, 欠席 29, 棄権後で、ジロンド派の予想に反して否決された。そして、第3回投票では、ルイはいかなる刑を飾れるべきかという刑罰を決める投票が、行われ、 初めて賛否では決まらない意見表明の投票となった。集計したところ、無条件の死刑が387票で最多となり、ただしこの中には、毎予情交付死刑というものが26票、含まれていた。ついで、その他の刑が334名で、内訳は、鉄査刑2名、禁固刑かつ、追放刑286名、執行猶予付死刑46名であった。 387対 334, 欠席 23, 危険5で死刑と決まった。第4回投票では死刑延期の賛否が投票されたが、賛成310対反対 380, 欠席 46, 殺害1、危険12で、これも70票差で否決され、即時の死刑執行が決まったわけである。 1793年1月21日午前10時22分、シャルル・アンリ・サンソンの執行により、革命広場、現コンコルド広場で、ギロチンで斬首刑にされた。これに先立って、革命前に人道的な処刑具として、ギロチンの導入が検討された際、その刃の角度を斜めにするようにと改良の助言を行ったのは、ルイ16世本人だった。 大龍馬は処刑当日の様子を次のように記述する。という、フランスへの思いが込められた一言だった。遺体はまず集団墓地となっていたマドレーヌ墓地に、葬られた。後に、王政復興が到来すると、新しく、国王となった、ルイ18世は、私有地となっていた、旧墓地を、地権者から購入し、兄夫婦の遺体の捜索を命じた。その際、 密かな応答派だった地権者が国王と王妃の遺体が埋葬された場所を植木で囲んでいたのが役に立った。発見されたルイ16世の亡骸は一部であったが掘り起こされ、その22回目の命日である1815年1月21日、歴代のフランス国王が眠るサンドニ大聖堂に妻、マリー・アントワネットと共に改装された。ルイ16世には妻、 マリー・アントワネットとの間に、上記の通り、長女マリー・テレーズ、長男ルイ・ジョゼフ、妖節、次男ルイ・シャルル、後のルイ十七世、次女、ソフィー、妖節の4人の子供、二男二女がいたが、いずれも子供を残さなかったため、直系の子孫は存在しない。ルイ十六世は、狩猟と上前作りが趣味で、妻、マリー・アントワネットに操られる、無能な王。 国民の境遇に心を悩ませる心優しいよう、という二つの相反する評価を受ける。特にステファン・ツバイクの電気小説、マリー・アントワネットにおいて、ルイ16世をアン君として描いたイメージが広く知れ渡っている。現代のフランスでも、ニコラー・サルコジ大統領が、私は、宮殿で錠前作りに明け暮れるアン君のようには、ならないとルイ16世を無能な政治家の例えとして、 発言している。一方、2008年にジャンクリス・チャンプティフィスが、ルイ16世で、彼の政策を膨大な資料をもとに紹介したところ、ドミニク・ド・ビル・パン・元外相、サルコジの政治的ライバルなどフランの政治家が同省を取り上げ、ルイ16世を高く評価した。当時のフランス国民、パリ市民に、バレンヌ事件までは絶大な人気を得ていた。当時の財政難は、 ルイ14世とルイ15世の法満財政も一因であり、財政再建のための改革にルイは積極姿勢を示した途中で挫折した。ルイ16世は国民の良き支配者、理想的な国王を目指した啓蒙先生君主であった。濃度性の廃止、プロテスタントやユダヤ人の同化政策などを進め、科学や地理探検にも理解があり、その支援者であった。 さらに三部解消集も、第三身分をもって第一身分、第二身分の特権を突き崩そうとしたものであった。当時、マリー・アントワネットが、数々のスキャンダルで世間を騒がせていたにもかかわらず、国王の威信が、地に落ちるということはなかった。人々は、良き王の統治を求め、実際1789年の三部会開催に、再始寄せられた数々の意見は、 良き王への陳情という形式が取られていた。後に革命への対応に失敗したからといって、遡って無能の楽輪を押すことは避けた方が良い。特に欠陥のある国王というわけではなかったろう。ただ、変動期に決断を迫られた時に、強力な指導力を発揮できるような人ではなかった。政治感覚がひどく鈍かったわけではないが、ありていに言えば優柔不断だったのである。 福井の利彦。革命勃発時、つまり、バスティーユ牢獄襲撃当日の類16世の反応については次の二つのエピソードが有名である。二、についても。読書家であり、ディドロラの百科全書も購入しており、啓蒙思想にも明るかったと言われている。また冒険旅行の本も好んだ。ラペルーズを太平洋探索の大航海に派遣したのは、 当面の競争を相手、イギリスに対抗するためだけではなく、王の個人的な関心のなせるところでもあった。ルイ16世紀の遺言書は、処刑直前にタンプル島で書かれたものが、フランス歴史博物館にマリー・アントワネットの遺書と共に展示されている。それ以前に、バレンヌに逃亡する際執筆した遺言書の存在が写しでのみ知られていた。年になって、 ルイ16世の直筆原本がアメリカで発見され、オークションの末にフランスの研究家が落札した。この遺言書は全てのフランス人に次ぐと題されており、逃亡の理由を説明するとともに革命派を厳しく批判し、国王の元に戻れと国民に呼びかけている。ラセーヌの星、フランス革命の頃のパリが舞台のテレビアニメ。主人公、シモーヌ・ロランは、 ルイ16世の聖妃マリー・アントワネットのイボイモートという設定でルイ16世とは義兄イモート。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。